はい、それでは今回は何の動画でしょうか。はい、かの国は一言も言ってませんでしたね。はい最近お問い合わせが多いのがですね、弊社の WR ウィング、はい、こちらをつけている車両、まあ、例えばまあ向こうのワークスでもまあ一緒ですね、はい、WR ウィングをつけている車両で洗車機使っていいんですかっていう問い合わせといいますか、まあ、ご質問といいますか、ちょこちょこありますね。で、WR ウィングがついている車両の場合に、洗車機を使うのがいいかどうかというそこのまず返答なんですけども、基本的にはそういうスポイラー関係がついているものっていうのは洗車機は実は NG でございまして、まあ、我々は洗車機のメーカーでも何でもないんですけども、まあ、例えばですね、うちで、まあ、矢坂さんを経由して、はい、やってるんですけども、例えばこういう、まあ、これ洗車機によって様々だと思うんですけど、例えば後ろを洗わないとか、いろいろこう選んでですね、装備品を選んでそういう洗う場所を省くこともできるんですけど、例えばこういうところを見てください。洗車できない車両、はい、こちらです。例えば、ボックス搭載だったり、バイザーがものすごいでかいやつがついてたり、ここ見てください、大型スポイラーですね、書いてますね、しっかりと、はい、こういうのは基本的にダメだと、はい、いうことでございます。で、まあ、もちろん洗車機、まあ、ブラシですよね、こういうブラシで洗うわけなんですけども、高速回転でバーッと回ってるものがこういうところに入ってきますので、まあ、もちろんウィング破損する可能性が高いのと、まあ、もちろん洗車機を壊す可能性も高いのと、まあ、そのまま車両を傷めてしまうという可能性もありますので、基本的にはもうウィング付きの車両に関しては洗車機は使わないでください、はい、そこがまずお願いしたいところでございますね。その中で会社に洗車機うちあるんですけれども、どんな使い方をしているかということで、まあ、ちょっと、うちのフォトグラファーの方にもですね手伝ってもらって、動画を撮ろうかなと思いますけれども、例えばいろいろ機能がございまして、私たちは実はほとんどと言いますか、まずブラシを回しません。で、そうですね、例えばこういう散水、散水っていうのはこう水だけ出る機能なんですけど、そうですね、まあ、もう散水ですから、もう読んで字の男とく水を散するわけでございますね。バシャーっとこんな感じで水をかけていきます、まあ、ついでにちょっとうちのデモカーまあまあホコリが溜まってたので、今日はちょっと洗車したいなと思いますけども、はい、こんな感じでですね、私たちの洗車機の使い方っていうのは皆さんがイメージされるブワーッと洗車機のブラシを回すのではなく、水をまずはこうかけるっていうですね、そうですね、ちょっと贅沢な使い方ですね水をかけるだけのために、水をかけるだけのためにこの今洗車機を動かしているという、まあ、もちろんこれをやってる間に、違うことをやったりとか、まあ、いろいろやるわけなんですけども、今水をかけております。じゃあちょっとうちの洗車部隊の方に今スタンバイしてもらってますんで、こんな感じでですね、洗っていくわけでございます。すごいですね、2人で洗うと早いですね、やっぱり、はい、で、まあ基本は私たち手洗い洗車を基本としておりまして、はい、もう今、スタッフがやってるようにですね、もう基本的に最後こんな感じでエアーをかけてですね、水分を飛ばすという感じで戻りましてですね、まあ、洗車機があるイコール自分の車がそういうブラシを回されてしまうんじゃないかって心配される方も当然いらっしゃると思うんですけれども、お客様の車は全て手洗いで洗っておりまして、まあ、会社の車で時々こんな感じでちょっと散水を使ったりとかしてますんでですね、そういった使い方で利用させていただいております。そうですね、お客様の車は基本もう洗車機には入れないっていう形になってますので、まあ、こういう散水とかそういうのは使うことありますけど、はい、それでは大体洗えましたかね。あと今ちょっとホイールが若干と、ね、今この状態で散水をすると、事故が起こります、はい、人が巻き込まれてしまう、巻き込まれるという事故が起こります、まあ、もちろんガソリンスタンドとかでの洗車っておそらく皆さんも中に乗ったままで、スタンドの人が大体水流したりすると思うのでこの辺はないと思うんですけども、どうしても散水だけでは流れきれないところもありますので、はい、まあ、最終的に流す泡を流すときは結構こういう追加で使ったりする場合もあるんです、はい、あ、そうですね、このウィングの下とかは散水だと水がかからないんでですね、この、ま、動いてるやつにホースが敷かれないようにですね、はい、
感じで流れていっております。そうですね、ただものすごい水がかかってますね、私とカメラ、はい、カメラがものすごく水がかかってますね。である程度もう流し終えたら、これエアブロー、はい、空気がバーッと出るやつですね、はい、あれができるんですけど、まあ、一応ちょっとスポイラーがついてるので、基本はこれこちら、まあ、動き見てもらってたら分かるんですけど、上からダクトが降りてくるんですね。はい、こちらですね、まあ、今回、ダブルブローということで、そうですね、ルーフスポイラー付きをしておきましょう。はい、あー、いいですね。いただいたら、まあ、水だいぶ、まあ、もちろん、まあ、水滴は残ってますけど、まあまあ、あとサッとちょっと拭き取るぐらいでですね、そうですね、済んだりしますんで、まあ、撥水シャンプープラスこういうブローまでやってあげるとかなり便利な機能になってますから、まあ、そういう使い方を、当社ではですね洗車機使ってますけども、まあ、ブラシはもう回さずにですね、はい、基本は全て手洗いでやっております。そうですね、ですので、まあ、ぜひ今ガソリンスタンドとかでも洗車できるところが、まあ、この近くでも何軒でもありますけれども、まあ、ぜひ、愛車手洗いをですねおすすめいたします。この間ゴールデンウィークに動画上げましたけども、はい、結構反響もいただきまして、まあ、やっぱり手洗いがいいんじゃないかなと思います。で、まあ、中にはですね、年数が経ってきている車とか洗車機回す場合もあると思うんですけども、やっぱりその例えばこういうワイパーにガムテープでこう当ててですね、ワイパーがこうめくれ上がらないようにとか、ブラシがこう噛んできたりするとめくれ上がってこれが曲がったりするようなことも実際ありますし、はい、まあ、ミラーのこういうところとかですね、まあ、テーピングしたりとか、まあ、いろいろこうちょっと洗車機を使うときって注意点もありますので、まあ、それは最寄りの、まあ、その洗車機に置いてあるお店さんというか、もしユーザー様でご使用されるときはそこ注意していただきたいなと思いますので、やっぱりちょっと便利なんですけど、まあ、非常に危険が伴うところでもありますのでですね、ぜひそこはご注意いただきたいなと思います。はい、じゃああとはしっかり拭き上げてこの車また展示しましょう。はい、ということで今日は洗車機の動画でした。この辺りでお別れです。さよなら。